はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はコラボキャンペーンについて話してみようと思います。後で褒めてあげてくださいね。はい、ですね、みなしご&冷凍と東京ネクロですね、 SM ですね、こちらのキャンペーンがありまして、イベントですね。ちょっと確認してみましょう。キャンペーン期間中に7日間ログインしよう、キャンペーン無料ガチャを引いていこうということですね。交換所でアイテムを10個交換しよう。で、エピソード3ですね。うん、なんて読むか、わからない。ノーマルステージ5をクリアするということですね。で、いずれかのみなし5を、5人、レベル30まで育成しようということはですね、レアリティ関係なく5人、育成すれば達成ということですね。で、プレイヤーランクを15にしよう。プレイヤーランクも、15としたらすぐに上がると思います。いずれかの武器を5つレベル20まで強化しようということですね。20までだったら、レアリティ関係なく上げられるので、ここら辺は簡単にいけるかなと思います。まあ問題なのが、レベル15にするとか、ストーリーをエピソード3ですね。ちょっと見てみましょうかね。クエスト。エリアですね。あ、結構あるな。ノーマルとはいえ、エピソード3全部をクリアするとか、結構ありますね。戦力自体は最終戦力が、推奨が25,500なんで、そう高くはないですね。なので、クリア自体は問題ないかなと思います。それについての編成なんですけども、編成については、この SR で十分にクリアできると思います。特に、霊式ママはレベル10から始まるので、即戦力としていけると思いますし、アリスちゃんもね、積極的に育てた方がいいキャラクターなので、キャンペーンとは別にね、パネルミッションっていうのが、ここら辺に出てると思うんですけど、私もないんで、ここら辺にね、ホーム画面の時に出てくるんで、パネルミッションをクリアするときにアリスさんが結構育ってないと、パネルミッションのね、報酬がもらえなかったりするのでね、そこら辺も絡んで、アリスちゃんは育っているようにしておきましょう。武器に関して言えば、何も考えずに、この自動編成でね、今、槍ってしてますけども、私は槍パーティーっていうのがね、槍じゃねえや、長剣パーティーっていうのがね、強いんで、そういう風にさせてもらってます。みなし5にするとちょっとわけわかんないからな。で、自動でやってくると、どうしてもね、SSR の方を育ててるんで、SSR の武器が出ちゃうんですけどね、それでなくても、大丈夫だと思うんで、武器に関してはそこまで考えなくていいかなと思います。先進もね、先進で、最初のうちはね、ダンデライオン、黒騎士、なり、パパですね、なり言いますけども、一人だと思うんで、こういう時はね、他の先進とかもね、ガチャで引いていって、組み合わせていけばいいと思います。どちらにしてもね、ダンテライオンが中心になっていくと思うんで、いいですね。ガチャで引いていって、積極的にね、ガチャは引いていけばいいとは思います。今、ちょうど限定もやってますのでね。限定も強いキャラクターばかりなので、引いてみたらいいかなとか思います。今他にもキャンペーンでね、イベントやってますんで、魅力的な女の子たちがいると思うんで、三姉妹ですね。三姉妹と先進のハンブラビちゃんですね。ベルちゃんなんですけどね。そこは置いといて、キャラクターとかもね、いますんで、ガチャに関しては、引いていくべきだ、積極的にね、引いていくべきだと思います。
育成の方に関してはレベル30なんでね、さほど難しくはないと思います。まあ、クエストの中でね、レベルが上がっていくと、この修練クエストっていうやつでですね、デイリークエストとして、ゴールド獲得、みなし子の強化クエストとかね、武器強化、先進強化とかありますので、そういう素材とかも増えていきますのでね、1日2回ですけどもチャレンジしてみてください。あと最初のうちはね、こういう、遠征討伐とかもありますので、これをやっておくとね、遠征に出したキャラクターは、増えていくっていうね感じになっていますんで、経験値がね増えますんでね、出していけばいいかなと思います。ですね、そうですね、まあここら辺になってくるとね、ハードとかエクストラになってくると、もうちょっと レベル上げていかなきゃいけないんですけども、まあこちらに関して言えば、まめにやっていればレベル30なんてのはあっという間に上がると思いますんで、大丈夫だと思います。あと武器のみなしご育成ですね。みなしご育成で、こう、強化するレベル。強化するレベル。とかね、こう、限界突破して、強化していって、強くするっていうのもありますからね。まあ、レベルとかは30なんで、もうね、上げるのがいなくなっちゃった。ですけど、まあこういう風な感じで、レベルは簡単に、割とね簡単めに上がってくれるので、クリア自体は問題ないかなとか思います。先進の方もね、先進の方できちんとね、強化してあげればいいかなと思います。こんなとこですかね。あとは、あ、レイドじゃないや、これは今キャンペーンではミッションでは関係ないので、今日期間限定のミッションですね。7日、こちらをご確認ください。無料ガチャを引こう。こっちは出てくるので、引け、毎日引くことを忘れないでおけばいいと思います。あと交換所ですね。こちらはよし、みなしごもよし、プレイヤーランクもよし、武器も、まあざっとですけど説明したの。あと交換ですね。交換っていうのがこのショップっていう風になります。俺に愛想を求めるね。ショップでですね、交換所に来て、まあだいたいストーリーをの方でね、進めていくと、ノーマルだとこの銅のねメダルがもらえますので、こっちのメダルでね交換できるやつを10個交換すればいいと思います。10個だったかな。10回じゃなくて10個でしたね。おや、期間限定のミッションですね。10回か。こちらをご確認ください。でもこのゲームはまとめてやってもそれに入るか。いらっしゃいませ。なのでまあ適当に、ストーリーのものをね、こう適当にポンとやっていけば、クリアしましたってなりますんでね。今10個交換しましたけど、クリアなりましたんでね。本当になったかな。おかえり。あ、なってますね。これで10個やったので、受け取る。こちらをご確認、期間限定のミッションですね。アイテムがもらえますので、どんどんクリアできるはずです。まあ実際にやってみたんでね、大丈夫だった。汚れた進化を洗うならここ。あとね、まあちょっと余談になるんですけども、ガチャを引いていって、ガチャを引いていって、仮に、キャラクターがねカンストしたとしましょう。カンストしたとして、まあピースがね余ってくると思うんですけども、レベルカンストになってからピースは売却するようにしてもらいたいんですけども、カンストした、まあ R がもうカンストしてるんで、こういう風な感じでポン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 やると、こう
売れるんですね。ユニコーンメダルに交換してくれます。売るとですね、戦士の方もこう売ると、まあ、ユニコーンメダルに変わる、武器の方も変わるんですけど、まあ、武器はやる必要は今のところないかなとは思いますけどね、それでショップで交換メダルですね。ユニコーンメダルでこうアイテムとかね、何にでも使える金のピース、金のねムクピースね、ムアカピースに変えたりとか、先進に必要な、金の神門ピースですね、こっち にも交換したりできます。まあね、普通に狙うんだったら、SR、もうこのゲームのね、ミッションをクリアする目的だったら、もう SR で十分だと思うので、SR で交換していってもいいと思います。長く続けようと思ったら、どうしてもね、この SSR の方を交換していけばいいと思いますし、今、SSR だけで言うんだったら、このね、外伝のショーのね、スペシャルですね。この特別ステージでですね、SSR のみなしご5体と、先進ですね、5体、SSR5 体が、きちんと、サブも含めてね、5体もらえますので、みなしごは10枚ずつ、先進が5枚ずつもらえますのでね、ここもきっちりとやっていけばいいと思います。もうね、一撃でレベル1なんで一撃で倒せますのでね、安心してチャレンジしてみてください。そうすることによってね、SSR 好きな SSR とかもね増えていきますので、どのガチャを引いててね、お気に入りのキャラクターがいたら、お気に入りのキャラクターでちゃんと編成してですね、引いていきましょう。そんなとこですかね。SR、まあ SR で全部こと足りるとは、クリア自体はこと足りると思いますので、そこまで難しく考えることはないかなと思います。やるべきことはね、ほんといろいろあるんですけどね、まあ、デイリークエストをクリアしましょうとか、この修練クエストですねのデイリークエストをクリアしましょうとか、遠征をきちんとしましょうとか、いろいろチャレンジとかいろいろあるんですけど、まあ、細かいこと言っていくとね、しょうもないんですけど、まあ、今回のキャンペーンですね、コラボキャンペーンに関して言えば、こんなもんですかね、ざっとですけど、7日間きっちり、インしてログインして遊んでみましょうということですね。まあ、こんなとこですかね。まあ簡単ですけど、今回のね、ダブルプレイキャンペーンですね。ミッションについて、みなしご側ですね。みなしごの仕事側の方を紹介というか、まあ、荒い感じですけども、紹介させてもらいました。最後までね、動画をご覧になっていただき、誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。では、ラーサバダイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。